すみません。じゃあ続けて急いで、簡単に、つつがむし、また、ベクターのところでつつがむし出てくるので、簡単に、リケチャも上の方はリケチャ目には入りますけれども、読種はここにあるように、と全く違う、オリエンチやつつがむし、つつがむしリケチャという名前になっていますけれども。毒と種はオリエンティアツツガムシという属名と種名をもらっています。アルファプロテオバクテリア、リケッチア目、リケッチア科まで一緒で、毒がオリエンティア属のツツガムシ。しかし昆虫の名前をそのまま種名に、バクテリアの種名にもらうっていうのもあんまりないような気がするね。年間300から400人ですから結構大きいですね。まあもともとはそこにある古典型で、河川敷に、いたフード病ですけど、つつがなしやともがきって、そんな小学校の頃習わなかった。ふるさとの歌ですよね。志を果たしていつの日にか帰らん。山は大きいふるさと、水は清きふるさとの中で、両親につつがないですかっていう、つつがなしやともがきっていう、ところのつつが虫、つつがなしのつつが虫です。リケチア赤虫、つつが虫。元のやつはそういうまで活動期の春夏に多いんですけど、最近はパターンが全然変わって、冬出るやつ、春先出るやつという二方性になったのは、そこにあるように運ぶ、赤虫が運んでたのが竹筒が虫と、太毛筒が虫が、このリケッチャ、といってもオリエンチア筒が虫を運ぶようになったので、そこにあるように、きれいな二方性、5月をピークと、11月をピークに、毎年そこにあるような流行になっています。赤つつまむしが春から初夏、ふとげつつがむしが、春から初夏ともう一回、秋から初冬という、たつがつつがむしが、秋から初冬にかけて活動する、まあその時に血をする。で、マタギの時は回覧感染、これも回覧感染しますけど、卵で、孵化して、幼虫の時に血を一回吸って脱皮をして、若虫で血を吸って脱皮して、成虫で血を吸って卵を産むというスタイルですけど、これは、このツツガムシのグループは、若虫の時に一回吸うだけという特徴があります。脂肪はそこにあるように70代、80代、年寄りの方ですね。致命率は0.43%ですけど、そんなに高くはない。これがそうです。赤つつがむし、これがオリジナル。真ん中が、太毛つつがむし、右が、縦つつがむしというグループです。だとか、詳しいのは、予習用に書いてあります。から、日本紅斑熱、これは四国は結構本当に多いところで、最初に見つけたのはこの徳島大学の内田先生と、マハラ委員の、マハラ文彦医師。もうこのツツガムシがあまりに有名だったんで、日本は、リケッチャはツツガムシというふうに言われていたので、この違うと言って、リケッチャ・ジャポニカという名前をもらうまで、かなり労力を要したようで、新しいリケッチャだと信じてくれなくて、ツツガムシを間違えているんじゃないかという、でも結果的には、
この石田先生たちの正しくて、リケチア・ジャポニカという名前をもらいました。日本紅斑熱。まあ、歴史はそこに書いてますね。1980年、徳島県で高熱と紅斑を伴うのが3例続いて、まあ、ダニだということで、つつが虫病になったんだけど、ワイルヘリクス反応が出ない。つつが虫じゃないんじゃないかというので、新しいリケチアでジャポニカという名前をつけたんですけど、1986年に命名されたんで、2年間くらいか、まあそれ以上無視されたのかもしれない。媒介ダニが、キチマダニ、フタトゲチマダニ、ヤマトマダニ。キチマダニ、フタトゲチマダニは SFRS と同じだよね。あとキララマダニでしたっけ、アゴの向こうは。割合ダブって、さっきのウイルスと SFTS とこのジャポニカ、運ばれます。まあ、こんな感じですね。症例とすると40例、30例、40例から100例弱くらいまでずっと出ています。後半です。そこで地域はそこにあるように。高知が多いのか、ね、あと中四国、九州、結構でも東まで伸びていっていますね。千葉県あたりまで行ってる感じですね。だいぶ関東以西の地域か、あと国外は韓国、タイまで、まあ調べていくと出てくるね、やっぱりね、こういう出方だと。これが、まあ、後半です。まあ、結構派手ですね。つつが虫病との鑑別が必要。抗生物質は効きます。ペニシリン、セファン、アミノグリキソシド、あれ、リケチャーの薬も結構効いてるんです。あ、無効か。そうだよね。おかしいなと思った。こんな方に効くかと。はい。ドキサイクリン、テトラサイクリン系ですね。ミノサイクリン。リボゾームブロッカーの方が効くけど、細胞壁の方の抗生物質は全く効かない。覚えておいてください。もし噛まれて、発疹が出たら、際どければ HFRS、そうでなければこっちの方だから、抗生物質をお医者に頼むという。いや、実際この間、確か博多島のイノシシやった時のあの漁師さん、かかって、ね、FSTS か、ジャポニカかって言って、なんかお医者さん我々慣れた人でジャポニカだと言って治療してもらって治ったと言ってたので、プロが見極めるのが大事かと思います。ヤト病は、ランモプロテオだけど、フランステラトラレンシスなので、フランステラ化だから腸内のウイルス化とちょっと離れています。これはもう本当に高知、東北から千葉、長野県もいるかな。割合高いところ、標高のあるところの、まあ、ウサギがメインですけど、野生の動物が結構持っている、菌グループで、北米のが一番きついんですかね。トラレミア、トラレンシス、トラレンシス。で、それよりもうちょっと軽いのが日本とかその辺の、プラロクティカ。で、その後、メディアスティアリスカというのが、3種類分かれています。北米は結構悩みます。で、これが変わったところは、あそこにあるから、地図の。広いですね。北米、メキシコまで、中南米まで、ヨーロッパ大陸もユーラシアもかなり広く、羊、ヤギ、リス、ムササビ、クマ、ヤド、ヤマトリ、ニワトリ、ネコ。で、問題は、この健康な皮膚とか粘膜から感染するって、普通は傷とかをがあると行くけど、これは正常な皮膚からも入るので、実験室感染が結構多くて問題になります。
プロタージも持ってないし、ケラチナーゼも持ってない、運動性もほとんどない菌がどうやって皮膚から入るのかという難しい問題を尋ねた学生がいて、かなり悩みました。で、結論から言うと、皮膚はビニールの膜と違うということです。よく考えてみると毛包とか汗腺とか結構開いているんですよね、皮膚に。で、その中に入られると、マクロファージから何からみんな出てくるので、やっぱりそういう性格を持ってるんだろうな。で、本当に健康な皮膚、傷口だけじゃなくて健康な皮膚から入る菌なんだというふうに、覚えておいてください。で、日本はそこにある東北から標高の高いところがほとんどだったというふうに思います。日本の発生で、入ったところから、皮膚の表材型、内臓、目、鼻、扁桃、肺炎という どこでも、問題を起こしてくる菌になります。昔は結構多かったですけど、なぜかだん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 減ってきて、今はもう診断できるのはこの大原研究所、大原さんのやつ、大原研究所と感染研究所2か所ぐらいです。マクロライド系、マクロライド系に自然耐性菌がいるんですね。ペニシリン、セファルスポリン、は全然ダメ。プランフェニコール、テトラサイクリン、マクロライド、有効だけど自然耐性の株もある、うん。あ、そう、あとこれが特徴なのは、2種ですから、ペストと同じですね。テロに使いやすい病原体で、ボツリヌスと、このヤソと、ヤト病と、それから炭素、この3つが、2種、最近では2種病原体、テロに使いやすい病原体として有名です。感染症は4類に入ります。ライム病はボレリア、ブルゲドルフィ、ライム病、ボレリア、スピルヘーターで、これも北の方に、分類します。日本で運ぶのがシュルテマダニ。有胞性広斑って、この広斑の広いやつが体中こう出るところがこう変わっていくのが特徴というふうに言われています。やっぱりテトラサイクリン系は結構こういうの効くですね。そのセファム系、あるいはベータラクタムの細胞壁がダメな系には、意外とこのリボゾームをやっつけるテトラサイクリン、ミノサイクリンとか毒質サイクリンっていうのは、いけると、覚えといた方が得かもしれません。すいません、終わりました。ので、これは終わって、停止しました。分かった。それで、共有で人獣競争で抑止目、こういう、あ、動いてる。よし、スライドショーで、あ、現在じゃない、あ、いいか。ちょっと心をフレッシュにしろというのも無理かもしれませんけど、抑止目、駆け足でいきたいと思います。抑止目は下種目についての多様性で、そうですよね、1100種のはずだったんだ前、1000から1100種、まあ、さっき997って数字が出てたので、まあ1000と思えば悪くないかもしれない。ココウモリ8割、オオコウモリ2割という比率です。で、ココウモリは、エコロケーションをやるやつなんだって、洞窟に住んで、耳が大きくて鼻が潰れていて、ヴァンパイアみたいな怖い顔をした方です。で、オオコウモリは、翼が大きくて、最大のが2メートルくらいまで広げるとありますけど、鼻がツーンと高くて目が大きくて、夜にエコロケーションしないで飛ぶので、視覚系がすごく発達した立体視ができるので、ちょっと1系統で分かれたんですけど、もう小型コウモリと大型ではなんか気品が違うというか、
飼うならオオコウモリだよねっていう。だけど怖いといえばどちらかというと、まあ最近 SARS とか MERS が出てきたので小型も怖いという発行ですけど、有名どころは、ヘンドラ、ニッパー、マルブール、エボラ、みんな 大型のコウモリの方です。やっぱかっこいいですよね。飛んでるところでもね、大コウモリが。あ、そうか、テストやったんだ。コロナウイルスは多種類の動物に感染する。翼子目が運んだのは、大きく鳥類が運んだ、動物に運んだのとコウモリが運んだのと2つに分かれていて、アルファベータが、翼子目、コウモリが運んだ方のウイルス。今のはベータコロナですから、SARS も COVID も、MERS も。で、ガンマデルタが、鳥類ですから、鶏のコロナとかあっちの系統は、ガンマデルタの方に入って、豚も結構あっちに入ってる。ということで、アルファベータでこう素直に AB でいいです。A が大文字になっちゃってるな。1994年ヘンドラが流行したどこで何を返したか。ヘンドラは、オーストラリアと馬ですね、3番です、ニパが豚とマレーシア。中国野鳥は高病性の鳥インフルエンザですね。インドの猿、インドの猿ってあんまりいないね。さっきデムリスと言えばキャサヌール新2年宿題を持ってこないといけないのかもしれない。おさらばマレーシアの豚がさっきのですね、ニパ、コンゴ共和国のコウモリはもうこれは本物ですから、まあ、エボラで間違いがないか。アジアに存在するエボラウイルスレストン、そうですね、これは、5種類 のエボラのうちたった1種類、エボラレストンだけがアジアにいるエボラウイルスで、なぜか猿までは病原性が高いんですけど、人は、発症しないという不思議な、ウイルスです。でも一番最初に見つかったのは、フィリピンから輸入されたカニクイザルを持っていて、アメリカのバージニアレストンで見つかったので、エボラレストンという名前になりました。でアメリカ、その後イタリアに、飛び込んで、かなり問題になった。一類感染症を起こすエボラウイルス、マールブルグウイルスが属するのは、これは普通の球形じゃなくて、紐状にヒョーンと伸びる、フィラメント状のウイルスというので、フィロウイルスという名前がついています。3番ですね、SARS ウイルスの自然宿主は、中国の何か、これは、小型の菊頭コウモリです、ホースシューバットと言われていますけれども、日本にもいます菊頭。今一生懸命調べてるから、そのうち SARS もどきのウイルスは絶対に取れるね、菊頭から。サーズそのものは取れないでいってほしいと思いますけど、サーズ類のは結構いるんじゃないかなと思います。だからエジプトルセットオオコウモリは自然種物として同定されたのは、マールブルムですね。これはアフリカとアメリカの研究者の共同研究で追い詰めて種物を決めたと。ちなみにエボラ出血熱の自然宿主は何種類かのオオコウモリになっているので、今のところマールブルムはエジプトルーセットということになっています。 SARS と COVID-19 のウイルスの S タンパクの受容体は同じ、はい、S2 ですね、アンギオテンシンコンバーターゼの2、他のは今のところレセプターにはなっていません。オオコウモリから豚を返して人に来たのは、ニパですね。馬を返した方がヘンドラ、オーストラリアで、豚を返したのがマレーシアで、
ただニパはもうだん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 ヘンドラニパは調べられて広くなってついにアフリカまで行ってるみたいですね。自然宿主のコウモリを。最初は東南アジアとかオーストラリアとか限定だったと思うんですけど、だんだんとこう調べていくとあちこちのコウモリが陽性になってきて、意外と広い範囲にいるという。COVID-19 株のうちで最も感染力の強いのは、今のところオミクロンですけど、もうこれ以上次のが出るか分かりません。次のが出たら来年の答えは違ってくるかもしれない。今のところオミクロンです。コウモリ、コウモリの特徴、オオコウモリより多様性があります。あります。B がダブってるな。エコロケーションはできます。コウモリ。植生としては、食虫、虫食法が多いですね、ほとんど。一体種はコウモリはしません。エコロケーションをするので。ほとんどの種は、洞窟に住みます。というので、1と2、A と B が正しいですかね、組み合わせ。はい。じゃあ、コウモリに入りましょう。コウモリがいつからいたかというと、いるのは古いんですけど、化石として見つかるのはオオコウモリはほとんど出ません。それで随分物議を醸して、オオコウモリとコウモリは違う種から上がってきたとかいうのが100年くらい議論が続いたんですけど、もうゲノムが分かったら、小型コウモリからオオコウモリが分かれたんですけど、小型コウモリは世界中にいるので、いろんな地層から出るんですけど、オオコウモリは熱帯雨林、今でも熱帯ともう亜熱帯くらいしかいなくて、なかなか、出てきません。で、小型コウモリで、古かったのがここに出てる、前はイカロニクテルスだったんですけれども、ほぼ同じ地層でほぼ同じ頃の化石で、見つかった、オニコニクテルスが、より古いということになりました。イカロニクテルスもほとんどワイオミング州グリーンバリバー、から出てきたんで、そうですね。見つかったのはイカロニクテルスの方が古かったので、多分講義はイカロニクテルスを使ってたと思います。イカロスとニクテルスという、ギリシャの神話のイカロスの空を飛ぶという、羽がとつけてお日様に向かって飛んで羽が溶けて海に落ちちゃったというエーゲ海の、イカロスとニクテルス、夜に空を飛ぶものという学名をもらったんですけど、なぜ、オニコニクテルスの方が後で見つかって時代はほとんど同じだけど、より古いことになったのはかは、小型コウモリの特徴はさっき言ったようにそのエコロケーションなんですね。それで、オニコニクテルスは、滑空して羽ばたきのクライミングの飛翔ができるけど、エコロケーションをできる能力がなくて。先に見つかっていたイカロニクテルスの方が、エコロケーションがあるのかな。したがって、そのオニコニクテルスの方が古いと。ここから後に、そのエコロケーションをできる能力を小型コウモリが持ち始めたということになって、オニコニクテルスが、最も古い化石と原型に近いということになります。そこにあるように、オニコニクテルスの下流、それから、土キヌタアブミでしたっけ、あそこの中枢 平行に行くとこ、そこら辺がうまく発達してないので、エコロケーションができないと。それに対して、イカロニクテルスは、羽ばたく飛翔とエコロケーション能力を持っているということで後になったということです。で、同時に、飛ぶ方が速かったか、エコロケーション超音波の音波転移の方が速かったかという議論があったんですけども、ここで決着がついて、まず飛んだと。
続いて、超音波のロケーション能力を手に入れたということに、なりました。でもそう言ったってね、ここからもう1000万年ぐらい古い地層からさ、突然エコロケーションのやるやつが出てくるとまた歴史が変わってさ、本当はずっと古くそっちに行っちゃったやつがいるとか言って、これよりまた違う図になるかもしれないので、そのくらいは覚悟してください。今のところそういうルートになってます。ただもう、種類以上に、多様性があります。特に飛ぶので、これは大きさは、ジャワコウモリが最大で翼長2メートルですね。だから翼広げるとこれよりまだ広いジャワ。で、一番小さいのがキティちゃん、キティ豚鼻コウモリ。体重 1.5 グラム、22センチですから、広げてこのくらいですかね。で、体重 1.5 ですから、もう本当に軽い。見たことないです、私が。で、コロニーサイズは単独で生きてるやつもいれば、数百万頭いっぺんに生きるやつもいるという。繁殖形態も、雌雄単独一夫一妻、一妻多夫、メス集団母系で継ぐやつ一妻多夫、多夫多妻、もう何でもありですね。でも本当のことを言って、人間が知ってるコウモリって選手のうちの百数十種類で、実はそれ以外のはほとんど生態分かってない、まだ。で、食性は、食虫がまた多いです。クモ、昆虫、それからウオクイコウモリで魚を食べるやつ、トカゲ、コウモリの共食い、げっ歯類、血液、ヴァンパイアですね、血水コウモリ、牛みたいなやつにバシッとくっついて、キッとつけて、こうタラ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 、血を吸っていく、いわゆる吸血コウモリ、南米に多いですけど。から過食。これはオオコウモリと一緒ですね。花粉、花の蜜。寿命は5から15年、30年以上生きるやつもいる。41歳、プラントホウヒゲコウモリっていうのがシベリアで、今のところ、一番年寄りで見つかったという、生きたのかな。そういうので、思ったより長いですね、寿命が。で、まあ、ウイルスは、これも変わってくると思います。少なくとも137種類見つかっていて、61種類が人に来る。コウモリだけでちゃんと目くじらされるとそのくらい来てるのか。ね、で、コウモリが人に来るのは、ヨーロッパコウモリリッサ、狂犬病、アフリカコウモリリッサ、この辺りです。それからコウモリから多分動物を介してくるというのでは SARS、まあ、今度の COVID も仙山根が間に入っているんじゃないかと。SARS の時はハクビシンが間に入ったんじゃないかと。からオオコウモリから人に直接来るっていうのはマールブルーム、それからオーストラリアの、コウモリリッサ、それからエボラ、アフリカのコウモリリッサ、それからニパ、こんなのもあります。からオオコウモリから他の動物を介して人っていうのはヘンドラの、その馬を介したの、ニパの豚を介したやつ。エボラ、マールブルグ。エボラはチンパンジーから来ちゃったのがですね、マールブルグがアフリカミドリザルを介してきた。コウモリからオオコウモリに来て、オオコウモリから人に来たっていうのはまだ分かっていません。あるのかもしれません。ただ、コウモリからオオコウモリに来て、オオコウモリから人に来るルートとすると、エジプトルーセットがオオコウモリでたった唯一、エコロケーションができるので洞窟に住みます一緒に。だからもしそういうルートがあるとすれば、間には必ずエジプトルーセットが入るだろうと、信じています。見つかったら論文になるね。そういう経路の。で、さっきので見るとですね、エボラ、マールブルーム、サーズ、マーズ、まあ、今度コビットが入るかもしれません。それからキャサヌール、ニパ、ヘンドラ、狂犬病、まあ、日本農園が候補に上がってるくらいだから、意外とコウモリコウモリって言うけど、
そんなに多くないんですよね、こうやって見ると。さっきの下肢、あ、でも、ここにあったように137種のウイルスが見つかって61種が人に感染しうるから、そんなに多くないんじゃなくて、要するに厚労省の決めた人獣共通感染症に乗るのが少ないというだけで、この他に何十種類とかいるはずですよね。リストに上がってないというだけか。で、洞窟で群生するコウモリ。指長コウモリ。このルーセットオオコウモリのジュフロア、ダバオに行った時に、本当にここに、モンソーさんの、20メートルくらいのこう登り窯的な洞窟のところに200万羽ギネスに乗ったのがいて、ここで隣にでっかい路地があって泊まり込みかけるので若くあってここに出会ったら1年くらいいても面白いなと、思いましたけど。アメリカの研究者が来て、ここで勝手に材料を取っててやったんで、怒り狂われてて、ダメでしたね。どうしようがないので、違う洞窟で このルーセットを取ったんですけど、すごい研究者に不信感を持っていました。まあ、そういうわけで、ルーセットだけがエコロケーションするので、洞窟でこういう格好で済みます。あとは、だいたい木に大きくぶら下がっているオオコウモリのグループ。まあ、主にヘニポ、コロナ、フィロ、そんなところ、まあ、最近になって、インフルエンザがコウモリから南米で見つかって、H が今まで1から16だったのが、H の17、18、それから NA が9だったのが10と11。ごめんなさい。多分いつか近いうちに教科書が変わっていくだろうと思います。それから、インフルエンザは今まで人の ABC で鳥はもう A だけだった、でほとんど A だったけど、D が出て豚と牛です。という格好で、まあ、インフルエンザもこう今までの教科書からどんどんと広がっていってるので、適応していくしかしょうがないという。一本差、SARS、COVID-19、MERS はもう産業動物でやったと。はい、で、一本差のマイナス差にヘニパのヘンドラニパ、それからフィロのマール部分エボラ、それからラブドの狂犬病リッサ、狂犬病はベッドでやるので、まあ、この辺りで終わりです。実は、翌種目。で、まあ、もうここら辺は復習で、コロナはさっき出ましたね。アルファ、ベータをコウモリが運んで、このうちのベータが問題で、ベータの中で A、B、C、D とタイプがあるんですけど、A はまあすでに風邪コロナの格好の一つとして来ています。で、B が、B が今回のですね、ベータコロナの B だよね。SARS、COVID、それから C が MERS、D がルーセットだけど、まだ人間に来てない。ABC まで来てる。あ、そうですよね。ベータコロナの中に ABC で系統があって、SARS が B で、MERS が C ですから、で、COVID も B で、A はもう、A は、胃が小さくて分かんねえな。どっか人間のが入ってたように思います。アルファコロナの方には人のがかなり入ってたと思うんですよね。229E とか。はい。というところです。で、まあ、ガンマデルタが上の方にある、鳥が運んだので。鳥の方に結構、まあ、鳥と他の哺乳類に広がっています。で、まあ、SARS は、このスーパースプレッダーになったのは、この中国から香港に来たお医者さんで、このメトロポールホテルに泊まってた時に、スーパースプレッダーでウイルスを出して、一気
香港で広がるとともに世界に広がっていったという。それで最初に大きく広がったのが香港、ハノイで世界中にして8000人で 1% から700人、800人くらいが死亡して、なぜか突然消えたというウイルスで、まあ、この件があったんで、COVID が出たときに、はい、軽いし、まあ、夏までに終わるんじゃないと思ったんですけど、半年でいいとこと思ったのが、ここまで変異に変異を告げてくるとは、あまり思いませんでした。で、まあ、これがその流行パターンですけど、まあ、中国本土がもう最大で、で、これが大きく違ったのはですね、その SARS がすごい怖がられた、その医療崩壊が起こる理由は、COVID みたいに、たくさん広がって重症者が出て崩壊するのではなくてですね、こう致死性が圧倒的にその COVID より高いので、最初に発症したのはお医者さんと看護婦さんなんです。最初から病院が崩壊なんです。で、一番被害を受けたのは医療関係者になってくるので、まあ、それもそのあったと思うんですね。最初に医療崩壊を起こしてしまうと、もう一般市民はどこも行くとこないので、もうめちゃくちゃ警戒をするんです。で、今度のやつみたいにこう差別化して、年寄りは悩むけど若いのは平気よっていうようなウイルスは、実は投入しにくいんですよ。めちゃくちゃ実にうまいところを狙ったウイルスだと思うんですね。SARS ほど怖かったら COVID も出て、本当はすぐに収束をしたんだろうと思うんですけど、なかなかうまくできていて、こう差別化、あれほど見事に差別化するウイルスっていうのもちょっとすごいなという。まあ、インフルエンザだと確かに、まあ、年寄りも含めてけど、子供の方にメインに行くっていうことはあるけど、まあ、SARS はそういうことで、致死率が非常に高くて、下部気道で肺炎を起こして重症化して殺していくというタイプです。潜伏期がだいたい1週間弱。30、50代に後発、発熱、悪寒、筋肉痛、疼痛、咳が出て、血痰、客痰、下痢。あ、そう。コロナ、COVID と割合違ったのは、これ消化器系と両方で増えたんですね。呼吸器系と。今回の COVID も最初の頃、武漢から後のくらいのは結構、消化器系の方でも陽性、糞尿でも陽性になるっていうことが、言われて、下水の方にも行くって言ったけど、いつの間にかだんだん変異してきたら、もうどんどんと呼吸器の上部気道の方にこう感染経路を変えてきて、ものすごく感染しやすくなるけど、逆に言えば致死率は低くなるという傾向になったんですけど、これは反対で、肺の奥に潜って殺していくという。だから人から人へは、それほど COVID ほどは広がらなかった。で、まあ、キクガシラコウモリから中国のハクビシンに入って人に来たのではないかと。途中挿入されたシーケンスがあって、まあ、それがハクビシンの由来のところが入っていたので、そういう説明になったんですけど、まあ、それがあったから今回もそのキクガシラ、中キクガシラコウモリからすでにウイルスが取れてたやつが、その武漢の市場で、仙山港だったら分からないですけど、何かに入って人に来たのではないかという説がずっとその、まあ、言われた理由はここにあります。で、流行が終わってから中国が本気になって調べて、最終的に、陽性だったのはキクガシラコウモリというところまで追い詰めて、自然宿主はキクガシラコウモリということに決まりました。そうですね、それで、その後キクガシラコウモリから取って、レセプターを、これは感染研だったと思うんですね、キクガシラコウモリ
は実は自然宿主なんだけど、S2 にバインドしない。で、同じ中国にいるルーセットの中で、デマレルーセットっていうのがいて、デマレルーセットは S2 に SARS コロナウイルスが感染すると、これはシュードウイルスを作って調べたことになって、だから本当のギンガシラコウモリが発症しないのは、S2 をレセプターに使ってないからではないかっていうんだけど、じゃあどうやってっていうので、そのひょっとしたら菊頭からハクビシンじゃなくて、このデマレルーセットの方に入って増幅して人に来たのではないかという説が、あったけど、実験的にそんなことはできないので。ただレセプターとウイルスのバインディングで見ると、ここのアルファ1、アルファ3、ベータ5という3箇所のところにバインディングのスポットがあるんですけれども、人とハクビシン、パームシベットとルーセットが共通性を持っていて、感受性のないラットと、菊頭コウモリはそこのところのアミノ酸の種類が受容体が違うので、感染できないという結論になりました。まあ、したがってこう菊頭コウモリから彼ら自身は H2 以外のレセプターで、ちょうど、鳥のインフルエンザが北の海にいるときは腸管で増えるので、呼吸器系に増えないので、別にインフルエンザとして暴れないで、水鳥が持ってきて呼吸器系で増える方に置いてかれて問題になるのと同じように、菊頭コウモリはこのウイルスを持っていても全然別のレセプターで平気な顔をしていて、実際に S2 にバインドするグループに来たところで増幅して問題を起こすというシナリオが成り立ってもいいのではないかと。いう仮説までで終わりでしたね。もうちょっとしつこく調べておいてもよかった気がするけどね、感染研の生まれを渡してこれやったんですけど。まあ、COVID は、今のと隣です。COVID-19 は、コウモリのいろいろなコロナウイルスがあって、人に来た SARS があって、それとはちょっとまた違うところで、中菊頭コウモリが持っていたウイルスが最も COVID の原型になるウイルスということです。で、まあ、こう挿入されたのをこう見ていくと、菊頭コウモリから取れたやつに、さらに、仙山鉱から取ったやつが挿入されていて、さらに人に来た時に、このピューリンで切れる塩基性のアミノ酸がさらに突入しているという構造になって、まあ、先ほどの説になったと。自然宿主のコウモリから、でもパンゴリンだけじゃなくて、この時ヘビとかあれも似たような格好でウイルスに挿入入れてたんですよね。この仙山鉱が有名になっちゃったんで、もう仙山鉱決め打ちだったみたいですけど、実際には中国でいろいろな野生動物を調べると、爬虫類もなんかこれに似たようなウイルスで変異を入れてたという話ですけど、いつの間にか消えて、ほとんどなぜかパンゴリンに落ち着いて仙山鉱ということになっています。で、まあ、あと1波から、今6波が終わって7波ですかね。で、そのだんだんこの R ノートからこれでは説明できないと言って、その実効再生産数、基本再生産数から RT という新しい考え方を入れて、このベータ T、CT、DT というふうに置き換えていくと、この CT っていうのが、要するに、個人防衛と行政のトップダウンの防衛との組み合わせで、ここを高くすると R の音は下がると。ここを野放しにすると今と同じで、再生産率はぐんぐんと上がっていくと。
いう格好で流行が上がったり下がったりするという式に変わっていきました。自分でやりながら。これはちょうどコロナの、学生たちと遠隔授業しかできなかった時に、各県の出身者に、自分のところの COVID の流行が上がったのと下がったやつのその計算式の式化を教えるから、自分で計算してやりなさいと言って、東京の子と大阪の子が結構興味があって、まあ、本気でやりだしていく間に、最初に与えた式ではダメで説明がつかないというので、下の式に変わっていって、下の式がさらにだんだんこう、複雑になっていって、最後にできた式がこの RT の一般式です。βTxDT をCMTXBPAT で割って、それに WT をかけろという、これで全て解けると思ったらワクチンブレイクが起きたので この WT にまた何か係数を与えなきゃいけなくて、なかなか実際の変化は難しいという、まあでも勉強になりました。このコロナから学んだ式ということで。多分もうやらないですから、本当はジョンズ・ホプキンス大学か何か、これの係数の値を、の出し方をここに導入して出せば、本物の式になるので、もし次に、この手のウイルスが来た時は、使えることになるのかな。で、まあ、個人的には、この、CMTX と PPAT のところ、クライスマネジメントのトップダウンのと、パーソナルプロテクションアクティビティで、こういうマスクをして、パーティションを置いて3密を避けてソーシャルディスタンスをとってという、個人の努力の方が実は、ウイルス流行を抑えていくのに強烈に効くということが、印象としては受けました。トップダウンでロックアウトで止めるには本当に中国くらいの止め方をすれば有効ですけど、まあ、一般の民主国家でのロックアウトではあまり効果がないというのが多分この式の意味するところだと思います。ただこの間にどのくらいの変異を入れたかっていうのはこれでですね、クラスター、武漢 R ノート2.5で始まったんですけど、最初の武漢の後のクラスター株だと4ポイントぐらいのミューテーションですけど、アルファの英国株になるとさらに数が足して、ベータ感染率が3.0まで上がって、南アのベータ株になると4.5くらいですね、初期の感染力が。で、変異株数があのくらいの数になって、ブラジルが 感染8.1くらい。で、インドのデルタはかなり、これは感染力もそうだったけど、細胞融合能が上がったので、病原性が非常に高くなったんですね。ウイルスがバディングしなくても、セルトゥセルで、融合して広がっていっちゃうという格好になって。しかし、多分、ベータの今の、BA3、BA2、がベータ15くらいで、今度の BA.5 がその1.3倍ということになったので、このままいくと R ノート20というと、もはや人類が経験したはしかをさらに超えたウイルスになるので、前代未聞の感染力のウイルスという、単純計算でいくとそうなりますけど、これに、さっきのプロテクション効果で、実はこの15のところを R ノート1くらいに抑えたんですよね。だから横ばいで済んだんですけど、まあ、そこでレギュレーションを許したので、今 R ノートが2倍とか、そういうあの時の2倍ですから、感染力が上がったというよりも、レギュレーションが緩んだために R の RT が上がっているというのが実情だと思う。だから純粋に、
感染力が 1.3 倍になったというよりも、感染力はそんなに 1.1 倍か 1.2 倍かもしれないけど、抑え込んでいる方の個人プロテクションとソーシャルプロテクションの方が緩んでしまったために、見かけの R ノートが上がっているというのが実情じゃないかなと思います。まあこの辺、そうですね、どこにキーになった変異が入ったかっていうのが結構分かっていて、そのどういう形で置き換えるかっていうと、本当にすごいですね。次のが出てくると、本当に前のやつを一気に置き換えていく格好になってきたということです。まだ大丈夫だ。すいません、話は最後かな。まだか、フィロの前だから、ヘニパ1グループ、パラミキソのグループに入ります。だから今の話が出た、ハシカとかジステンバーとか牛液とか、あの辺と同じグループの、モノネガのパラミキソのあっちがモビルビリで、最初、ヘニパもモルビリバイラスに入れられてたけど、ゲノムが分かると違うというので、ヘンドラとニッパと2つだけ組んでヘニパウイルスという新しい属になって、ゲノム構造はもうほとんど同じです。これは、ここら辺のは、ラブドも、パラミキソも。まあ違うところはインフルエンザのオルソミキソが、8本の分節に分かれているという、これらは分かれません。1本で。マイナス3の。で、ヘンドラは、オーストラリアの、ヘンドラで馬が死んで、14頭ですか。で、調教師も死んで、オーストラリアですから、両方から同じウイルスが取れて、最初ジステンバーと言われたんですけど、違うと言って、ヘンドラで出たので、ヘンドラウイルスと。で、次のヒントになったのは、それから1年後ですね、クイーンズランドのマッケイで、農園で死んだ人が、馬関係のがいるんですけど、調べると、これは前の年、ケインズのヘンドラで流行ったウイルスが1年間持続感染してたということになって、その時、解剖を手伝っていたという話になりました。で、まあ、ウイルスの広がりを見ていくという格好でこう追っていくと、かなりマッケイも、ヘンドラもそこにある、オーストラリアは東南アジアから最後の熱帯雨林が東側の海岸に伸びてきていて、そこにオオコウモリがずらずらとこの赤くなっているところは常在しています。何かの時、オーストラリアヘンドラの駅で降りた時かな、まさしく駅の向こうの木にこういう格好で方向でずらっとぶら下がっていて、そうか、ここだったかということを思った時がありますけど、まあ割合、オオコウモリと共存していて、オオコウモリがウイルスを持っているので、大体馬が巻き込まれて、あるそれより低い確率で人に来るということを繰り返しています。で、まあ、オーストラリアですから野生動物全部調べていって、最終的に、自然宿主として、最初に上がってきたのはこのハエガシラオオコウモリ。流産した子宮液からウイルスが取れて、シークエンスでヘンドラだと。で、逆に、感染のやつにかけてみたら、持続感染というか自然感染の状態になっていくということで、宿主だろうということになりました。で、疫学調査をすると、この黒オオコウモリ、メガネオオコウモリ、ハエガシラオオコウモリ、さっきのです。からオーストラリアオオコウモリ、この4種が、抗体を持っていて、このグループだっていうんですけど、今になると、それが東南アジアからアフリカまで飛ぶので、もっともっとたくさんのオオコウモリがこのウイルスを持っているということになってきています。まあ、オーストラリアの疫学だと、まあ、こんな感じで、東側の
大コウモリから、大体コンスタントに馬に来て、そこに、毎年流れて、最初の流行だけ20頭大きかったんですかね。その後、まあ、1頭から7、8頭である頻度で人に来ると。まあ、確率からすると、コウモリが 1.0 だとすれば、発送の頻度からすると、年あたり、馬が 0.75 ですから、まあ、2年に 1.5 頭くらい、人が 0.2 ですから、5年に1回くらい巻き込まれるという格好で、これはしょうがないので続いています。直近のは2011年、13年、多分ちょっと調べればまだその後また出てるかもしれません。で、ほぼそれから98年か、5年くらい経って、マレーシアで、突然豚と人で脳炎が起こって、まあマレーシアですから、もうこれは最初に疑ったのは日本脳炎なんですけど、出方が全然違う。日本脳炎だと子供と年寄りなのに、豚に関係した成人がバカバカ脳炎を起こして死ぬと。だから日本脳炎のワクチンが全然効かないというので違うという話になって、今度はオーストラリアがヘンドラを取っていたので、そっちじゃないかと言って、調べたら当たりで、ヘンドラウイルスとの兄弟のような格好です。で、寸前にニーパで取れたので、ニーパウイルスという名前になっていて、人は、このウイルス脳の方に行っちゃうので、脳炎を出すので致死率が高いのですけど、豚は小豚くらいで、大人の豚はそんなに重篤化しません。犬猫、馬、ほとんどが無症状。犬猫は結構出るのか、症状が。で、まあ、これはもう本格的に、ウイルスを取りに行って、まあ、オーストラリアの助けで、ヘンドラウイルスとクロスするやつで、ニパが取れるんですけど、それから自然宿主の探しが始まって、ティオマン島という、マレーシアからちょっと離れた島に、ものすごい大コウモリの生息があって、まあ、そこに、ブルーシートを引いて、1000匹から尿サンプルを取って、ウイルスを分離して晴れて、大コウモリが自然宿主になったという、これがティオマン島です。この半島の、マレーシアの半島のすぐそばの小さな島で、なんか風光明媚で、ダイビングの聖地で、すごい有名なところらしい。日本人も結構好きで行くらしいです。島にはここも同じで、このくらいもここにぶら下がってるんで、多分この下にブルーシート引いて、ふんと尿を集めてウイルスを取った。で、まあ、これは豚を殺して、封じ込めました。で、ニパウイルスの自然宿主が、ジョアオオコウモリ、ヒデ、ヒメ、さっきの一番でかいって言ってるんですね、ジョアオオコウモリ。最大の。それからヒメオオコウモリですけど、やや小型ですね、ヒメがついてます。子犬顔フルーツコウモリ、夜明けコウモリ。で、ブタブタと言ってたら、モスリムはブタ飼わないので、違うルートだという、まあ、これはバングラデシュですけど、夜果物の、吸いに来て、昼人間がそのココヤシとか取ってそれを飲むとウイルスがいてかかるということになって、豚からではなくて、果物から来るという話になって、そのうちに人から人にも行くということになって問題になってきました。だから最初大コウモリ豚人という格好で、まあ、アウトブレイクを起こしました。105人死亡ですか。で、大コウモリ、次に汚染果物人という格好で、来ることが分かって、まあ、最後に大コウモリ果物人人という格好になってきた。で、同時にその大コウモリでの、分布フルーツバットの子を調べていくと、ヘニパのグループ、オーストラリア、バングラデシュ、カンボジア、中国、インド、インドネシア、マダガスカルまで来ます、ね。マレーシア、パプアニューギニア、タイ、東ティモール、
で、アフリカの方の、ね、コウモリは、アイドロン属のフルーツコウモリ、これがニパイルセンドラウイルスの抗体を持っているというので、そのストローカラーフルーツバット、これ綺麗ですね。あれはこういい色をしたストローカラーですから、麦わら色のフルーツバットですかね。こっちはちょっとウマヅラコウモリに近い方で、マダガスカルオオコウモリ。この辺が、ウイルスを持っているようだというので、もうそういうふうに見ると、ちょうどエボラがそのデマレとジフロアを通じてルーセットでこう横にアフリカからアジアに走っているのと、ちょうど反対方向で、ポリネシアからずっとこうアフリカにかけて広がっているのがヘニパだと、コウモリとともにということがだんだんと分かってきたので、 そろそろこれも教科書が変わっていきますかね。最後、あ、よかった。ヒロウイルスは、もうあちこちでやってます。最初に言ったように、このフィラメント状の紐状の細長い格好をしたウイルスなので、フィロウイルスとなっていますけど、構造遺伝子とゲノム構造は全く他のと変わらないので、なぜこのウイルスだけがこんなこう、まあ確かにパラミキスはアモルファスで、きれいな球形ではないけど、まあそこそこ球形っぽい格好をしていますけど、まあラブドはちょっとこう砲弾型に横に伸びた格好ですけど、このヒロは本当に、なんか途中でハサミでちぎれば普通のウイルスになりそうな気がするんですけど、なぜかこう、ゴム風船をこうヒューッと広げていくような、あんな感じのウイルス粒子を、粒子とも言えるかどうかわかんない、ウイルス紐みたいな、不思議な形をしていて、この形がその結構アウトブレイク騒ぎに有名にさせたところです。マールブルグもそうですね。このでマールブルグの場合は、最初に出たのは ヨーロッパでそのウガンダから輸入してアフリカミドリザルを輸入したんだけど、でも後でこれ分かったのは、この時のアフリカミドリザルの片割れはちょうど日本に入ってきてたんですね。日本の方は多分ルーセットに触れなかったのか分かんないんですけど、ポリオのワクチンから作るのか何かで輸入してたというのは後で分かるんです。ヨーロッパに行ったこのアフリカミドリザルが多分途中で自然宿主がルーセットであることを考えると、どっかロンドンかどっかの空港で触れてそっちに行っちゃって、フランクフルトと、ベオグラード、これも確かポリオのワクチンと何かだったと思う。そこで初めてマルブルグウイルスが暴れて、で、ドイツのマルブルグ大学でウイルスが分離されたので、マルブルグ病という名前になりました。これもそのうち名前変わるかもしれないな。マルブルグで取っただけじゃないか、マルブルグが悪い、ドイツのマルブルグが悪くないとか言って言い出すんじゃないですかね。まあ、ただ、それで、最初はさっきのサル痘と同じでアフリカミドリザルが疑われたんですね、宿主だと。だけど結局、コウモリだということになりつつあって、で、追い始めでエジプトルセットを追い詰めるという話になりますけど、まあ、その間、エボラはもう出た時から何百人と巻き込む大流行をいつも繰り返してきて、西アフリカの時にもう何万人というオーダーに行っちゃったんですけど、マールブルグは出てから意外とここにあるように、最初のヨーロッパが31名で7名死亡、その後3名とか2名とか旅行で行った人とかですね、意外と小規模の流行だったのが、まあ、2000年に入って少しずつ桁が違って150人とか300人とかっていう格好ですけど、まあエボラに比べると割合小ぶりな流行になっています。まあ、ただ、
エボラもこの前の西アフリカので最後にあるんで、一人何年間かこのウイルスを持っていたとしか思えないというウイルスが取れちゃったけど、マルブルムは最初の時から割合持続感染というほどではないけど、数ヶ月はウイルスが体内にいて精液に混じって奥さんに移したとかですね、そういうことがあって、ちょっとエボラとマルブルムもほとんど兄弟に近いけど性格は違っています。アフリカ外ではまあ持ち出したマルブルムのケースで、自然宿主探しが始まって、オオコウモリだろうというところは行くんですけど、2007年に、自然宿主40年近くダメだったんですね。発見以来40年で捕まえて、ガボンとコンゴ共和国と、アメリカのチームですかね。で、最後に捕まえたのがルーセットオオコウモリ、エジプトルーセットだった。このコウモリだけが283匹のうち4匹からウイルスが分離できて、血清抗体を追うと陽性が出てくると。で、他のコウモリ1100匹調べても全然出てこないので、マールブルグに関してはこのエジプトルーセットオオコウモリが自然宿主であるということになりました。エボラはさっき言ったように、もう出た時から、ずっとでかい流行で、もうどんどんとでかくなって、ザイールとスーダンが多く流行ります。アイボリーコーストは西アフリカで、タイ国立公園のチンパンジーが出て、ドゲ海岸と言われましたけど、その後流行はほとんどないです。いつも大体起こっているのはこの、中央アフリカのザイールとスーダンで、このザイル株が西アフリカに飛び込んで、大流行を起こしたということになるけど、それは、後ろの方の各論であります。まあ、2000年に入ってからウガンダ、コンゴ、ガボン、スーダン、ずっとコンゴですね、ウガンダ、そして西アフリカに飛ぶという。まあ、その後、そうですね、ウガンダの分離ブヨが出ます。まあ、でもね、その先進国に来てほとんど二次感染までは行かないで止めるんですけど、まあ、途上国はなんで広がるったって、もう衛生状態が全然話が別なので、で、実際にこれは、仙台の市長だね、あれやった彼女からもらった写真、日本人で初めて流行現地に行ったんですけれども。その時の写真ですけど、大体普通の、装束ですね、あ、ないか、マスクかけて、白衣の上にエプロンかけて、長靴履いて、手袋で、それでも結構感染しないので、そんなにその COVID みたいに感染力が強いわけではないんですね、飛沫感染で、現地ではやっぱり接触感染がほとんどで、あと、死ぬと、よく死ぬので、葬儀を土葬でやるんですけど、まあ、その時に移してしまうというので、この白装束のあれがやって結構暴動になったり、いろいろ問題が起こります。そういう習慣なので。で、まあ、実際にはこう、プロバブルのワード、病棟があって、そこにまず入れて、トリアージして入れて、本当にサスペクティブな、ところから、まあ、実際陽性ってなると、もうほとんど帰ってこないという、格好で、その病棟を分けている格好でやってたということです。はい、エボラ出血熱とコウモリというので、まあ、これが、たった一つ、人間にはほとんど、病気を出さないでアメリカへ取り込んだレストンで、致死率70%の伝染病がアメリカで見つかったというエボラだったけど、実際には、人ではほとんど感染しないし、猿に接触した人で何人か
抗体が上がったけど全く、分からないんですね、発病しない。でも猿だとちゃんとエボラ出血熱になる。で、バージニア・レストン89年に出て、で、僕が96年に止めた時にフィリピンに行って、その後もう今アメリカに行っちゃって教授やってますけど、池上君を連れてウイルス取りを始めるという、まあ、その前何回か行ってたんですけど、彼が来て、ショットガンで全塩基配列を決めて論文を書いてしまって、で半年くらい遅れてアメリカが全塩基配列を出したけど、でもバカなことはないので、アメリカは本当は全塩基配列を持ってたんだと思うんです。だけどきっとワクチンに使えると考えて公表しなかったのか分かんないです。日本が発表してしまったので出たっていう。でその後、自然宿主探しを始めて、今感染研にいる谷口くんたちが、コウモリ片っ端から調べていくのジュファルセットだということになって、まあこんな感じです。あのコウモリ取りってカスミヤミ、大コウモリは超音波出さないので夜カスミヤミに引っかかります。コウモリは超音波で逃げちゃうので洞窟まで行かないと取れないんですけど、向こうなんかこう竹切ってきて、あの棒立ててそこにこう網を張るというすごい原始的で、どこでも熱帯雨林でもどこでも行くっていう、みんな、あ、宇根先生がここにいるんだけど、あの学生、大学院の学生たちです。夜、取ってきて解剖して調査をするということをやって、まあ、あの抗体を作って、調べてい、くと、まあ、いくつか陽性の個体が出てくるという格好で、まあ、追い詰めていって、マニラ、ケソン、あちこちで追って、やっぱり引っかかるのがルセットしかない。それはエライザでも、冬でもそうなってくるということで、そのルセットを追うと言っていたのはこの、この警部だったんですけど、このモンソールさんに散々怒られて、サイエンティストは嫌いって隣の警部で取って、調べるというようなことをやってきました。でまあ、最終的に、エボラのそのザイル、が決まって、デストンが、決まって、マールブルグも決まって、その後あの論文を書いたら、エジプトルーセットとジュフロワルーセットと間をつないでる、デマレルーセットという、まあ、ルーセットはこの3種類なんですけど、デマレルーセットも、エボラの抗体を持ってるということになって、多分、横にベルトでつながって、ルセットコウモリはこのエボラ、あるいはフィロのウイルスと仲が良かったんじゃないかということになりました。ということで、時間内にちょうど終わったので、来週は、じゃない、土曜日だ、すいません。土曜日は、猿、霊長類とそれから鳥類で格論は終わります。